ハレルヤーアメン、ハレルヤーアメン。サマさんこんばんは。ハレルヤーアメン、こんばんは。こんばんは。吉原さんこんばんは。こんばんは。声大きいですか。ごめんなさい。ボリュームがちょっと調子悪いのかな。はい、こんばんは。ですね。はい、リトルさん、ジタさん。こんばんは。イヌさん、こんばんは。リトルさん、韓国大統領選挙は東京都知事選についてニュースやってました。ああ、そうですか。そうですか。都知事選挙もありますね。都知事選挙がね。今日のですね、タイトルは、まあ、アメリカの大統領選挙で、オバマ大統領が再選しました。ね。まあ、それが良かったか悪かったかわかりません。今日牧師会がありまして、その話をちょっとしたんですが、アイプさんハレリア、ダイさんハレリア、本当に、まあ、クリスチャンとして両方選びたくないという話をこの間しましたけど、オバマ大統領も選びたくない、そのロムニー候補も選びたくないということで、両方選びたくないということで、本当に、クリスチャンとしては困るということです。ロムニーさんではなくてよかったと思います。ああ、そうですか。で、今日のですね、天国選挙っていうのはちょっとわけわからないんですが、まあ厳密に言うとちょっと天国選挙っていうのは言葉がちょっと間違ってるかもしれません。結局ですね、オバマさんを選ぶかロムニーさんを選ぶかという、まあ二者選択の選挙なんですが、まあこの天国選挙、霊的選挙も結局はですね、悪魔を選ぶかイエス様を選ぶか、悪魔を選ぶかイエス様を選ぶ、あ、イエス様に投票すればいいのですか。あ、そうです、そうです、まめこさんピンポンですね。多くの人はですね、多くの人は知らず知らず悪魔を選んでるという話ですね。都知事にクリスチャンが立候補するように祈りましょう。アメン。都知事にクリスチャンが立候補するように祈りましょう。まあそういう、その信仰というのは誰を選ぶのかということですね。信仰というのは、誰を選ぶのかね。まあその選挙というのは結局神様、私が言いたいのはですね、まあ、全てのことが神様が何か教えてるんだということですね。で、結局選挙というのも結局もちろんその政治家を選ぶんですが、自分の考え方に近い人を選ぶのが、まあ、選挙なんですけど、結局信仰も、誰を選ぶのかということなんですね。誰を選ぶのか、生まれつき人間は悪魔を選んでるんだよということですね。後者の宇都宮賢治はもしかしたらカトリックかもと思います。どうやら政治家にクリスチャンが多いんですね。政治家にクリスチャンが多いんですが、あらら、ちょっと、ごめんなさい、ちょっと今ね、はい、まあそういうわけでですね私たちは、その選挙というものを通してですね、私たちは結局誰かを選んでるんだよということをこう伝えたいわけですね。その話の前に、今日はですね、牧師会で報告があったんですが、来年京都で、エンパワード21っていうのがあります。
で、東京でもその少し前にあのエンパワード21がある予定だったんですが、残念ながらキャンセルになっちゃいまして、来年の10月には東京でエンパワード21のミーティングはなくなりました。残念です、残念ですね。ですから、あの京都はあります。京都はね、ですから京都に行くことはできます。じゃあ東京は何をしようかということで、まだ決まってません、東京ではですね、私たちの、まあ、牧師会で毎年何かをやるんですが、今年はガジマさん、スタッフやりたかった。いや でもね、あのリゾさんね、あのその他のやるかもしれませんね。で、まだあの京都行きましょうみんなで京都行こう。リュウさんにも会えるかもしれない。そうですね。で、ですね、ビル・ジョンソンっていう人がいるんですね。ビル・ジョンソン、どういう人かちょっとググってくださればわかるんですが、ビル・ジョンソンさんを呼ぼうかという話が出てますが、ただまあそれは本人にまだ聞いてないのでわからないので、一応可能性としてあるということですね。来年はビル・ジョンソンという人を、まあ、どんな人かちょっとですね、YouTube はありますから、英語でちょっとわかんないかもしれませんが、こういう人ですね。ビル・ジョンソン、燃えてる牧師という燃えてる牧師ビル・ジョンソンね、こういう人が来るかもしれないということで、まだわかりません。まあそういうわけでですね、来年誰が来るかまだわからないというのがあれですね。はい、一応そういう報告ですね。他に何かあったかな。他に何か牧師会で決まったことはないでしょうね。はい、ガジマさんはまだですね、まだ日本回っておりまして、ちょっとどこ行ってたかな。ガジマさんはですね、今日何日ですか。今日は9日ですよね。9日、11、9日、明日明後日が札幌ですね。ガジマさんは明日明後日札幌で、それから、13、来週の火曜日ですね、13、14、15、16が、東京ですね。またガジマさん東京戻ってきますね。東京の方はまだガジマさんのところに、ガジマさんの集会に出るチャンスがあります。はい、東京の方まだガジマさんの集会に出ることできますよ。まだ間に合いますね。はい、それではですね、ガジマさんは18日に新宿シャロームが多分ラスト。そうですね。はい、それではですね、実際に、行きましょう。そのヨハネ一章にですね、こういうことが書いてあるんですね。一章の、9節から見ましょうか。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。もう一回ちょっと言いましょうね。イエス様のことですね。イエス様のこと、8節9節9節ですね。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この世はですね、この世はこの方によって作られた。この世は
皆さん、この世はですね、この世界、この宇宙、この世はですね、この方によって作られた。皆さんはこの方によって作られた。皆さんはこのか、あ、なんかこっち、ごめんなさい。ユーストリームの方が始まんないですね。ちょっと、おかしいな。すいません。この世は、この方によって作られた。この世は、この方によって作られたにもかかわらず、この世はですね、この方を知らなかった。またこの方がご自分の国に来られたのに、この方がご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。皆さん、ヨハネ7:18。ヨハネ7:18。アメン。イエス様が、来月クリスマスですね。来月クリスマスですが、ごめんなさい。ユーストリームの方はちょっとうまくいかないですね。ごめんなさい。ちょっとやり直します。クリスマスというのは、この世を作られた方が、この世に来られたということですね。この世を作られた方が、この世に来られた。イエス様は、王であり、この世を作られた方なんですが、スーパーに行ったらクリスマスソングが流れてました。ハレルヤ。この世を作られた方が来られた。この世の王様が来た。この世の王様が来た。この世の持ち主が来た。この世を愛している方が来られた。皆さん、イエス様はそういう方なんですね。イエス様はそういう方なんです。ユーストリームが始まらない。ごめんなさい、ユーストリームが始まらないですね。どうしてですか。はい。すいません、ユーストリームが始まりません。はい。ごめんなさい。ユーストリームは失敗みたいですね。それでですね、このヨハネ一章で言ってるのは、十字架というのはですね、十字架というのは、この世を作られ、この世の持ち主であるお方が来たにもかかわらず、この世はその方を受け入れなかった。この世の王である方を、この世の王である方を、この世の民は受け入れなかったということなんですね。十字架は、王である方を受け入れない。この世を作り、この世はその方のものなんです。受け入れないということですね。皆さん、多くの人は、イエス・キリストを、選ばないで。アイオナさん、こんばんは。イエス・キリストを選ばないで。イエス・キリストを選んでいない。イエス・キリストを選ばないということは、悪魔を選んでいるんだということですね。悪魔を選んでいる。信仰というのは誰を選ぶかということなんですね。信仰というのは誰を選ぶのか、あなたは誰を選ぶんですか、あなたは誰を選ぶんですかということなんですね。で、私たちはね、この地上で選挙というのもあるし、また野球とかサッカーとかありますよね。私はクリスチャンになる前はですね、野球が好きで毎晩ナイターを見てたんですが、巨人ファンでしたね。巨人ファン、まあ、巨人が勝つとなんかニコニコ、巨人が負けると、こう
何ですか、ムスッとしてたというか、まあそのあれですね、野球もサッカーもどっちを選ぶかというのがあるわけですが、選挙もですね、誰を選ぶか、自民党を選ぶか民主党を選ぶか、神様は選挙とかスポーツを通して、ね、天国選挙であなたは誰を選ぶんですか、誰を選ぶんですかということを聞いてるんではないかと思うんです。そして私たちは、その本当に選ぶ方を見つけるべきです。そう、この世かイエス様か、この世かイエス様か、そして自分が選んだ方、正しい方を選んだときに、あ、まあ、要するに、選挙だったら、まあ、選挙は、大事ですよね。オバマさんになるのか、ロムニーさんになるのか、場合によってはものすごく大きな違いがあると思います。まあ、巨人が勝っても、阪神が勝っても、どうってことはないと思うんですが、リトルさん、イエス様を選びます。リトルさん、イエス様を選びます。まあ、スポーツだったらそんな大きな問題ないんですが、選挙となるとかなり、大きな影響があります。神様か人間かということですよね。いや、そうじゃないですね。神様か悪魔かということですね。神様を選ぶのか悪魔を選ぶのかということです。そして、クリスチャンというのはイエス様を選んだということになりますね。クリスチャンは、肉が霊か、両方に使えることはできません。そして、ここにですね、すごいことが書いてあるんですね。ちょっとみんながひっくり返っちゃうようなことが書いてあるんですが、ルカの19の27。ルカ19の27。ここはちょっと厳しい聖書が書いてありますね。なんて書いてあるかというと、ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どものは、みんなここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。怖いですね。怖いですよ、皆さん。怖いです。もう一回読みますよ。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは、みんなここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。過激ですね。すごいですね。つまり、イエス様が王になるのを望まなかった人たちはね、みんなここに連れてきて、その王の前で殺されてしまうというね。すごいですね、皆さんね。まあ、これは例え話ですが、でも基本的には、同じことだと思うんですね。つまり、イエス様を王として望む者が、まあ、救われる。ね。イエス様を王として望まなかった人たちは、まあ、地獄行くということなんでしょうかね。まあ、すごく過激な言葉ですが、でも結局は天国に行くか地獄に行くかということですから、同じことだと思うんですね。イエス・キリストを選んだ者は天国に行きますが、イエス・キリストを選ばなかった者は地獄に行くということで同じことですね。例えですが、死後の裁きを表しているんではないでしょうか、ね。まあ、そういうわけで皆さん、信仰というのはイエス・キリストをその王となるのを望むことなんです。信仰というのはイエス・キリストを王として望むことなのです。イエス・キリストは王の王と言われます。主の主、王の王。イエス・キリストを王として望むこと、これが信仰なんです。その主の日の時ですね、ホサナホサナって言いますね。みんなはこうやってこう私みたいにこう上着を脱いでですね、こう地面に引いて、そして白の葉っぱでこう歓迎するわけですね。あれはイエス様を王として迎えるということですね。ルカのどこですか？ルカの19の27。ルカの19の27。ね。その、イエス様を王として迎える。それは白の日のように、ホサナホサナ、イエス様を歓迎すること、これが信仰です。信仰というのはイエス様を王の王、救い主、メシア、私たちの王として歓迎すること、イエス様を
王として歓迎すること、これが信仰です。そしてリバイバルというのは、ね、まあこう神、イエス様来てくださいみたいなね、イエス様来てください、まあ本当に来てくださいっていうのは再臨ですが、再臨は本当にイエス様が来られますが、ですからクリスチャンはイエス様の再臨を、まあ、待ち望むと言ってもいいでしょう。クリスチャンというのは、このイエス様の再臨を待ち望むということですね。イエス様の再臨を待ち望む。そして、そのリバイバルも、リバイバルは直接イエス様が来るわけじゃないかもしれないですけど、聖霊として、聖霊として、イエス様は、この来られる。それがリバイバルではないでしょうか。イエス様を王として歓迎する。イエス様を王になってもらいたい。イエス様を王になってもらいたい。私たちの王として歓迎する。王としてね、選ぶ。ね、選挙で選ぶ。これがですね、信仰と言えるんではないでしょうか。まあ、非常に今日はとてもシンプルなメッセージなんですが、選挙ということを通してですね、このイエス様を選びましょうというメッセージですね。いかがだったでしょうか。わかりやすかったでしょうかね。はい。ユーストリームはまだちょっとうまくいきません。ごめんなさい。ユーストリームの方申し訳ありません。ちょっとうまくいきません。原因不明ですが、うまくいきません。はい。それじゃあ、ちょっと英語いきましょうか。ね、英語ですね。18節ですね。I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. I saw Satan fall like lightning from heaven.I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. 日本人の英語すみません。これなんて書いてあるかというと、私は、サタンが、悪魔がですね、悪魔が天から、稲妻のように落ちるのを見た。私は、あなた方に蛇やサソリを踏みつける権威を与えた。そして敵の力に、すべての力に打ち勝つ、権威を与えた。何もあなた方を害するものはない。ね。何もあなた方を害するものはない。I saw Satan fall like lightning from heaven.I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. このスコーピオンズがサソリですね、サソリ。トランプルが、こう、踏みつけることですね。はい。つまりどういう意味かというとですね、弟子たちがイエス・キリストの名によって、ね、悪霊を追い出し病気を、治したという、そういう伝道旅行に出かけて、その報告があったんですね。そしたら、悪霊が人々から出てったという報告なんですけど、その時にイエス様は、その悪魔が天から稲妻のように落ちたというのを見たということですね。つまり、その落ちるというのは、要するに弟子たちがそのサタンを踏みつけることができる、ね、こう落ちると踏みつけやすいでしょ。そして、その
悪魔のね、あらゆる力をに勝つ権威を弟子たちに与えたということですね。そしてその敵は私たちを害することがない。皆さん、兄弟姉妹の皆さん、私たちはですね、蛇とかサソリ、つまり悪霊どものですね、悪霊どもの力に勝つ権威を持っているのです。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によってですね、イエス・キリストの名によってその悪霊を踏みつける権威があるのです。皆さん、強くなってください。惜しくなってください。私たちはイエス様から悪霊どもを踏みつける権威をもらっているのです。イエス・キリストの皆によって追い出すことができるのです。今日音が大きい、ちょっと音を小さくしましょうか。ちょっと音を小さく、権威を追い出すことができるのですね、悪霊どもの権威、悪霊どもをやっつける権威があるのです。ですから皆さん、大胆に祈ってください。私たちが強いのではありません。イエス・キリストが強いのです。そしてイエス・キリストが十字架によって悪魔に勝利したのです。十字架はイエス様が悪魔に勝利したその勝利そのものなんです。その十字架の力によって私たちは、悪魔をやっつけることができるのです。皆さん、私たちは神の力を帯びているのです。神の力を帯びているのです。何も恐れないで立ち向かいましょう。悪魔に立ち向かい、病気に立ち向かい、災いに立ち向かい、悪霊どもに立ち向かって、彼らを追い出す権威があるのです。私たちにはそのような敵に打ち勝つ権威があるのです。大胆になりましょう。打ち勝ちましょう。信仰によって、ね、戦いましょう。信仰によって戦いましょう。日本にいる悪霊どもを追い出すことができるのです。日本にいる悪霊どもを追い出すことができるのです。皆さん、信じましょうね。悪霊どもを追い出すことができるのです。悪霊どもを追い出すことができるのです。アメン、アメン、アメン。はい、それではですね、それでは証しいきましょうね。証しですね、今日は天国選挙ということですが、何証しがいいでしょうかね。イエス様を選んでよかった証しイエス様を選んでよかった証ししましょうね。あ、よかったんだ、これ治ったんだ。あ、ごめんなさい、治りましたかね。あ、治りました。はい、じゃあ、はい、ユーストリーム治りましたね。治ったのかな、治りました。はい、ユーストリーム、今からユーストリームやってます、ごめんなさい。はい、イエス様を選んでよかった証しスタート。対人恐怖が治った。イエス様を選んだら素敵な出会いがたくさんありました。エヴァを見るのをやめてキューちゃん放送を見ています。劣等感から解放されました。イエス様のおかげで息子の芸が治りました。イエス様を選んだら生きるのが楽しくなりました。ミカさんの音楽を知りました。イエス様を選んだらこの放送に出会いました。バイクがいつの間にか戻ってきた。成績が上がって友達から人気者になりました。家出した犬のポチが帰ってきました。
新たな家族ができました、信仰によって命を得ました、イエス様以外悪霊でシンプルだと思いました、吉原さん、心に、余裕ができました、物欲がなくなりました、イエス様のおかげでキューちゃんがいるのですね、そうです、イエス様のおかげです、イエス様を信じたら芸が治った、信仰によって精神がきれいになりました、苦しいけどイエス様によって前を向いた生きていける気がしました、生きる意味が分かりました、イエス様を選んだら道が開けました、サマーさん、クリスチャンになってから苦しみが喜びに変わりました、サタンの声に逆らえるようになりました、使い合う兄弟姉妹が与えられました、キューちゃん牧師に祝福がありますように、ありがとうございます、エヴァはイエス様に比べたら大したことがないと分かりました、吉原さん人に優しくなりました、キューちゃん放送でもちょっとキリスト教は分かった気がしないでもない、アムウェイやめれました、イエス様を選んだら全てが良くなりました、アメン、イエス様を信じたら虫歯が治った、タバコをほぼやめることができました、アメン、こんな62歳になりたいこんな62歳になりたい、人は外見ではありません、人は中身です、この放送を見るために仕事を辞めました、苦しんでいる患者さんが急に静かになりました、LTL のメンバーとなら心を一つにできると思った、アメン、僕はタバコをやめれません、大丈夫です、小野さん、やめたいやめたいと祈ってください、まめこさん、やめたいタバコをやめたいです、イエス様助けてくださいと祈ってください、やめれます、お金より大切なものを見つけました、お金より大切なものを見つけました、ニートでも胸を張って挨拶できるようになりました、アメンアメン、まめこさんやってみます、あのストキさん自分の力ではやめれません、油注ぎでやめれるのです、油注ぎですね、だから、あの願うのです、やめたいと願うのですね、罪が本当に許されることを知りました、罪が、本当に許されることを知りました、アメン、この冬はイエス様についての薄い本を書いて配布する予定です、素晴らしい、自分の命より大切なものが見つかりました、イエス様と二人三脚で頑張ろうと思います、テクノデリックさん、明日から本気出そうと思いました、進学校に行くためにニートを辞めて真面目に働くことにしました、油注ぎが10倍になりました、自分の価値観が変わりました、あなたに出会って本当に良かった、嬉しくて嬉しくて言葉にできません、みんな油注ぎを受けたらどんなにか素晴らしいでしょうか、神に委ねることが大事だと分かりました、暗闇が怖くなくなりました、イエスキリストを信じる人は兄弟姉妹です、家族です、
仕事よりこの放送が大事だと知りました。イエス様のおかげでアルコール依存症、カフェイン依存症は治った気がする。キューちゃんの存在が励みです。イエス様、キューちゃんに会わせてくれてありがとう。神に祈りを捧げるためにブラック企業を辞めてニートになります。部屋が明るくなった。浪人のトラウマから解放されつつあります。穏やかな日々です。神様を信じたら欲しかった品が安売りしていました。この放送のために生きてきたのだと思いました。イエス様のためです。聖書を読んだら悪コメを打つことをやめた。ごめんなさい。アメン。許しますよ。大丈夫です。イエス様にたくさんのことを癒されました。南アフリカから毎日見ています。悪コメを悔い改めます。キューちゃんに目をつけることをやめました。アメン。目をつけることをやめました。義を行うために召されました。最高の日々です。毎日タバコを2箱吸ってましたが1日2本しか吸わなくなりました。アメン。自分は福音派で育ちましたがカリスマ派というものがキューちゃんによって知りました。アメン。私もそうです。私も福音派出身です。伝道放送してる人たち、イエスキリストを伝道放送してください。伝道放送してる人たち、イエスキリストを伝道してください。この放送が生きがいです。楽しみです。吉原さん、エルサレムの平和を祈ります。イエス様のおかげでキューちゃんみたいに素敵な笑顔を作ることができた。アメン。伝道できないときにはどうしたらいいですか。いつでもどこでもできます。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から湧き出てきます。命の水の川が流れてきます。祈り頑張ります。キューちゃん牧師を信頼してください。ありがとうございます。イエス様の言葉によって救われた。イエス様の言葉によって救われた。日本にリバイバルが来ますように。失礼だがキューちゃんにコメディアンの素質があると見た。子供のように純粋でいたいです。子供のように純粋でいたい。子供のように神の国を受け入れなさいという命令がありますね。子供のように神の国を受け入れなさい。進化論が間違いだと世界に知らせようと思いました。許しなさいとイエス様を教えてくれました。真理です。許しなさいとイエス様を教えてくれました。真理です。主の御心であれば何でもします。主の御心であれば何でもします。この放送は命の選択です。私も子供のような信仰を持ちたいです。私も子供のような信仰を持ちたいです。ぜひ僕のところにもイエス様来てください。ぜひ僕のところにもイエス様来てください。誰でも、心の中に来てくれます。心の中に来てくれます。ちょっと考えれば猿が人間になるわけがないと理解できました。猿が人間になるとはならないと知ることができました。人を許せないときはどうしたらいいですか。許しますと言ってください。宣言しちゃうんですね。許します、許します。そうすると許す心がもらえます。9時放送1週間やってどうですか。いいですね。
9時の方がいい感じがします。イエス様を選んだら最高です。イエス様を選んだら最高です。万物はイエス様によって作られました。真実です。エルテルはもっと思います。エルテルエルはもっと思います。くじだと助かります。口論や悪口ではなく堂々と意見を言いましょう。人の長所を褒めましょう。アメン。キリストは私たちの罪のための、私たちの罪ではなく全世界のための生贄です。もっと信仰に燃えてイエス様を知りたいです。最近寝不足です。イエス様にお祈りしたら治りますか？祈ってください。夕飯の時間とか祖母の施設に行く時間にかぶるんです。7時だと神に従います。悪魔に立ち向かいます。アメン、アメン。イエス様を選ぶと人生が祝福されていきます。アメン。だんだんキューちゃんが好きになってきました。ありがとうございます。この LTL がハッスル、ハッスルですか。ああ、ハッスル。聖書を声に出して読んだら悪霊が出てきました。聖書を声に出して読んだら悪霊が出てきました。明石タイムはイエス様を告白する喜びで満ちています。イエス様を告白する喜びで満ちています。新改訳と新共同訳、私は新改訳をお勧めします。新改訳をお勧めします。日曜日も夜放送して、日曜日は朝してます。この前友達の前でこの放送を紹介しました。ありがとうございます。この放送でおばを許せた。アメン。母親もハレルヤと叫ぶようになりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ハレルヤ。アメン。信仰というのはですね、選択と言ってもいいんですね。選択というのは選ぶということですね。まあ、デジタルもどっちかというとですね、この選ぶことが多いじゃないですかね。よくまあ、皆さんネットやってますよね。パソコンやってますね。どっちかというとこう選ぶことがあってね。で、どっちを選ぶかということが多いと思いますね。で、まあ、パソコンは選んで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 いくような、そういう感じですね。ですから皆さん、神様はこのパソコンとかネットを通してもね、あなたはどっちを選ぶんですかみたいなね、選ぶことによって、まあ、前に進んでいくようなところがあります。毎日の生活の中で物事を選んでいくというのが、ある意味では生活そのもののような気がします。そして選ぶためには選ぶ基準がありますね。そっちを選ぶ理由があるわけですね。まあ、どれを選んでもいいというのもありますけど、多くの場合は、その選ぶ理由があって選んでいくわけです。ぜひイエス様を選んでくださいね。アメン。そして私たちはイエス様を選んだわけですが、そのイエス様を選ぶ理由があるのです。イエス様を選ぶ理由があるのです。イエス様を信じる理由があるのです、ね、そしてイエス様を選ぶか選ばないか、これが人間にとって
最高の最大の選択なんですね。人間の最大の選択、それはイエス様を選ぶか選ばないか、これがですね、全てを決定してしまうわけですね。イエス・キリストを選べば永遠の命と、永遠の祝福が保証されるわけです。イエス・キリストを選ばなかったら永遠の刑罰と永遠の苦しみが約束されてしまうわけです。こんなに大きな選択はないのですね。こんな大きな選択がありません。ぜひ皆さんがですね、この伝道部屋でそのイエス・キリストを選ぶか選ばないかという選択が、ものすごく大きな選択だということをもう皆さんは体験しているかもしれません。そして証しタイムというのは、イエス・キリストを選んだら本当にその通りになった、素晴らしい、結果になった、素晴らしいことが起きた、これが証しタイムではないでしょうか。そしてそのイエス・キリストを選ぶというチャンスは、死ぬまであるのです。死ぬまである、まあ、死ぬまであると言っても永遠ではありません、ね。まあ、今信じなくても、ね、数年後に信じることもできれば、数十年後に信じることができますが、しかし、大事なのは、できるだけ早く選ぶということではないでしょうか。後回ししたらですね、余計選べにくくなる可能性もあるわけです。ですから、イエス・キリストを選ぶということは、若ければ若いほどいいですし、早ければ早いほどいいのです。私は27歳の時に洗礼を受けました。27歳の時にイエス・キリストを信じたのです。それから34年経ちました。本当にイエス・キリストを選んでよかったと思います。34年を見てですね、本当にイエス様を選び続けて、本当に最高の人生でした。最高の人生でした。そして今、私は、ニコ生でこのように伝道していますけれども、本当にその、イエス様を選んだ結果、イエス様のために多くの人にイエス様を紹介できる素晴らしい人生になりましたね。クリスチャンになって人生は変わりました。アメン。もし私がですね、イエス様を選ばなかったらですね、まだ歯医者をやってたと思います。そしてアル中でしょうね。でもしかしたら、破産してたかもしれません。もしかしたら離婚してるかもしれません。もしかしたら自殺してるかもしれません。もしかしたらですね、もう本当に、どうなってるかわからない、しかし今イエス様を選んだために、イエス様を選んだために私はもう本当にハッピーであり、そして、このように伝道しているのです。伝道しているのです。そして、多くの人がイエス様を信じているのです。多くの人がイエス様を信じて証をしているのです。イエス・キリストの証をしているのです。多くの人はイエス様を選んだのです。多くの人はイエス様を選んだのです。イエス様を選んだために人生が変わったのです。イエス様を選んだために心が変わったのです。イエス様を選んだために家庭が変わったのです。イエス様を選ぶことがいかに大事か、いかに重要かね、皆さんが体験しているのです。体験しているのです。そして一緒にイエス様を伝道しているのです。イエス様を伝道しているのです。クリスチャンになって本当に良かった。人を救いたいです。全てが新しくなりました。全てが新しくなりました。皆さん、イエス・キリストを、告白しているということが、世の光ではないでしょうか。イエス・キリストを進めていることが地の塩ではないでしょうか。イエス・キリストを述べ伝えることが、イエス・キリストを述べ伝えることが
神様の喜びではないでしょうか。皆さん本当に聞いてくださってありがとうございます。たくさんの方が聞いてくださり、また聞き続けてくださり、そして本当に新しい方も、信じようとしています。そして、本当に、これからですね、驚くべきことが起きると信じます。神様の力で、神様の力で、日本にブレイクスルーがあって、たくさんの人が救われてくると信じます。それが日本のリバイバルです。今日本のリバイバルのために、私たちは祈っていますし、このように伝道しています。リバイバルは近いです。リバイバルは起きますよ。アメン、アメン。今日もですね、牧師会で牧師たちが二十何人ぐらいの、まあ、東京近辺の、カリスマ派の牧師会なんですが、こう牧師たちがですね、二十何人こう手をつないでこう一緒に祈るわけですね。ある人は異言で祈って、ある人は、ね、普通の言葉で祈って、もうみんなで心一つにして祈りました。心一つに祈りましたね。神様、今牧師たちが手をつないで心を一つにして祈っています。心を一つにして祈っています。イエス様どうぞ、日本にリバイバルを与えてください。リバイバルを与えてくださいとね、祈りました、祈りましたね。私たちは、確信があります、確信があります。ちょっと去年の3月11日も牧師会がありましてですね、牧師会やってる時に、311の地震が来ましてですね、これはですね、やっぱりなんか牧師たちの祈りによってですね、もちろん311の地震を、この、喜んでるわけではありません。もちろん災害ですから、亡くなった方のことを考えればそれは本当に残念なことですが、しかし日本のリバイバルのための、新しいこの動きといいましょうか、地震のような霊的な地震といいましょうか、311の時に、その東北大震災の地震が起きたということは、これは霊的な地震が日本に起きたと信じます。霊的な地震が起きたと信じます。そして私は偽予言でしたけれども、ね、偽予言でしたけれども、ちょうどその前の年の11月ですから、4ヶ月後ですね、その4ヶ月後に大地震があったんですが、それは偽予言でしたけど、やっぱり大地震の予言だったんですね。大地震の予言で、大津波の予言だったんですが、それは偽予言ですが、4ヶ月後に、まあ、大地震と大津波が起きたということにおいては、まあ、偽予言なのに当たっても意味がないんですが、起きてしまったわけですね。はい、まあ、そういうわけで霊的な、大地震が起きたと信じます。ある意味では311がリバイバルの、まあ、一つのスタート、日本のリバイバルの一つのスタートと考えます。皆さんですから、日本にリバイバルが来るのは近い、日本にリバイバルが来るのが近いのです。アメン。それでは皆さん、天国選挙ね、天国選挙、今までは悪魔を選んでいたかもしれないけど、イエス様を選びたい、もう悪魔を選ぶのをやめる、悪魔を選ぶのをやめてイエス様を選びたい、この世を作り、この世の持ち主である本当の王様、サマーさん、 LTL がリバイバルの震源地、嬉しいですね。そうなるといいですね。その本当の王であるイエス様、そのイエス様が王になってほしい、
日本の王になってほしい、世界の王になってほしい、イエス様を選びたい人、アメンと言ってください。イエス様を選びます。イエス様を選ぶ人、選挙で選ぶ人、天国選挙で選ぶ人、アメンと言ってください。アメン、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 素晴らしい。アメン、アメン。アメン。天皇様、私たちは本当に間違ってました。生まれながらにして悪魔を選び、その欲が望むことを選び、神様に反することを選んできました。罪を選んできました。自分の利得を選んできました。お金を選んできました。ごめんなさい、ごめんなさい。イエス様、悪魔を選んできたことを許してください。あなたの反対のものを選んできたことを許してください。私たちは悔い改めます。悔い改めてイエスキリストを選び、イエスキリストの御言葉を選び、あなたの喜ばれることを選びます。あなたを選びます。イエス様、あなたに王になってもらいたいのです。王になってもらいたいのです。日本の王になってもらいたいのです。人類の王になってもらいたいのです。世界の王になってもらいたいのです。イエス様、あなたを王として歓迎します。王の王として歓迎します。イエス様、あなたを選びます。あなたの名前を選びます。あなたを選びます。あなたを選びます。イエス様、あなたを選びます。アーメンといった方々が罪が許されて神の子供になりますように、神の子供になりますように、神の子供になりますように、神の国に入ることができますように、神の国に入ることができますように。あなたを選びます。あなたを選びます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。アメリカ大統領の選挙はオバマさんが勝利し再選しました。しかし皆さん、天国選挙では必ずイエス・キリストが勝利します。天国選挙は必ず必ずイエス・キリストが勝利します。この十字架が勝利宣言ですね。十字架はイエス様の勝利宣言です。天国選挙で勝利します。もうすでに勝利したのです。イエス・キリストは勝利したのです。皆さん、ですからイエス・キリストを選んだ者は勝利者です。イエス・キリストを選んだ方は勝利者です。信じましょう、信じましょうね。私たちは勝利します、もう確定しているのです、ね、当選確定ですね。イエス様は当選確定です、確実です。そしてイエス様を選んだ皆さんも当選確実ですね、当選確実です。喜びましょう、ね、勝利を喜ぶのです。クリスチャンは勝利を喜んで礼拝をします。クリスチャンはいつも喜ぶことができます。勝利してるからです。勝利してるからクリスチャンはいつも喜ぶことができます。喜びましょう。勝利を喜びましょう。勝利を喜びましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。シャロン。シャロン。シャロン。アメン。